道人身事故ニュース速報です。2021年9月11日20時5分ごろ、瀬戸大橋線の瀬能駅で人身事故が発生した模様です。瀬戸大橋線での人身事故は今年3件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。